どうも、さあゆうです。前回上げた動画ですね、コラボ二刀ゆめのさん不正会計疑惑、滝沢ガレソさんが取り上げるも三浦義先生のコストコのレシートが発行されてしまうということで動画を出したのですが、こちらがとても反響をいただきまして、うちのチャンネルには似つかわしくない再生数になってるんですよね。まあしばらく細々とやってるからな。まあ YouTube 上見る限りですね、二刀さんを擁護しているチャンネルでここまで再生されてる動画ってうち以外あんまりないんじゃないのかなと思うんですけど。なんだお前、嫌われちまえん。まあ、今回なんですけれども、こちらの動画を出してからの後日談ですね、三浦義先生から、まあ、あの動画を見ましたと DM をいただきまして。え、大丈夫だったの？あの DM の内容って非公開って三浦のよっちゃん言ってたけど。まあ大丈夫か大丈夫じゃないかって言われれば、まあ大丈夫ではなかったんですけど、まあこちらの動画を上げたのが先週金曜日の夜中というか、まあ日をまたいで土曜日の深夜2時3時とかの時間帯にアップしたんですね。そしてその日の午前中のうちにですね、三浦義先生から DM が来まして、こんにちは、ごきげんよう、こわで、お世話になっておりますと返信したところ、何か私に言うことはありませんか。やべえじゃん、絶対動画のことじゃん。まあ僕もちょっとビビってしまったというか、まあ、これは先生のご機嫌を損ねちゃいけないなと思い、このように返信しました。あります。まずは昨今ネットをにぎわせている二刀ゆめのさんコラボの不正会計疑惑の件について、先生が一石を投じてくれたこと感謝申し上げます。序盤からこびこびじゃねえかよ。ネトウヨ、アンチフェミ、キモオタの界隈はデータもろくすっぽ読み取れないくせに、憶測と願望で二刀さんを悪者に仕立て上げ、事情を知らない人たちもそのデマを信じ込み、ツイッター上での分断は日々溝を深めていました。しかし先生はデマをデマであると発信してくれました。先生の勇気には感動をしました。自分の命も顧みず二刀さんに連帯する先生の慈愛に満ちた行動を見て、僕も含めうちのチャンネルの視聴者様も皆、二刀さんの不正会計は不正ではない、先生に連帯しますと反撃の意思の産声が僕にはコメント欄を通して聞こえます。いや、そんなコメントあったか。一件も来てなかったと思うけど。これは小さな一歩かもしれませんが、大きな一歩です。この度はきっかけを作っていただきありがとうございます。と、ちょっと長めではあるのですが返信したんですね。まあお前がそうやって調子よく立ち回ってるスネ夫野郎だってことはよく分かったよ。そしてこの返信からすぐですね、三浦義先生から返ってきた DM が、目の付けどころはよろしい。そもそも不正疑惑という言葉が間違いなんですけどね、いわば不正デマですね。ちょっと何言ってるか分かんないけど。しかしこれ続きがございまして、本題はこちらになるんですよね。あらら、久々にお前のとこに来たか、爆買いコストコレシート。こちら3870文字、前回ガレソさんの元に送られてきた内容の DM とも負けず劣らずの文字数なのですが、いただいちゃいましたね。お前ちょっと嬉しそうなの腹立つんだけど。ではですね、前置きが長くなりました、三浦義先生から僕の元に当てられた爆買いコストコレシートの方を見ていきましょう。ただね、そういうさん、お前もすっかりそういうさんなんだな。暁の電光ことフェミニズムアドバイザーの三浦義、年の瀬も迫ってまいりまして、お忙しいことではありましょうが、私のファンの方から気になるあなたの動画のアドレスをいただきまして、少し動画についてお話しいただきたく、そういうさんにご連絡を差し上げました。おい、誰だよ三浦のよっちゃんにチクりやがったの。見たんだな、あの動画見ちゃったんだな三浦のよっちゃん。断頭台に行く準備はできたか。覚悟はいいな、充血菌類。いや、断頭台って充血菌類って、おいこれ大丈夫か、三浦のよっちゃんめちゃくちゃキレてない。失礼いたしました、沈着冷静さが売りである私がこのような汚い言葉を使ってはいけませんね。いや、三浦のよっちゃんの売りはクソ長いレシートだよ。まずはお互い冷静に話し合いをいたしましょう。充血菌類くんはもう何の動画のことか分かっていますね。そう、あの動画です。ガルボ、二刀、ゆめのさん、不正会計疑惑、滝沢ガレソさんが取り上げるも三浦義先生のコストコレシートが発行されてしまうというタイトルの動画ですね。全然冷静さ取り戻せてないじゃん、めちゃごじってるやん。こちらについて少しお話がありますので DM いたしました。まずは動画の冒頭から見ていきましょう。最初はガレソ君のツイートの説明ですね。二刀さんの私たちは売った点についてのまとめなど。ほら、しょっぱなやってるじゃん三浦によっちゃん。私たちは売った点って、もう正解だよそれ、大正解。買われたんじゃなくて売ったなんだよな。二刀さんの私たちは売った点についてのまとめなど、彼女の栄光の軌跡をまとめた素晴らしいツイートです。しかしあなたは少々語弊のあるまとめ方をしていますね。ロバート秋山氏の動画に関しての下りですが、二刀さんが勘違いをしたと書いてらっしゃいますね。ああ、ロバート秋山のこの動画が、まあ、二刀を揶揄してるんじゃねえかって二刀が勘違いしてですね。でも実際勘違いじゃん。
この動画ももともと実際にいる2頭を揶揄してとかそういうことじゃなくて、こういうやつがいたらおもろいよねぐらいなもんで作ったんじゃなかったっけ。これデマじゃないでしょうか。私思うんですけど、あんな全身ピンクで固めて若い女の子たちを援助するような活動家って2頭さん以外にこの日本に存在するのでしょうか。お、大丈夫か。私はあのようなスタイリッシュかつ前衛的なくすんだピンクのコートや帽子、カバンでおしゃれに決めている活動家を二藤さん以外知りません。くすんだピンクのコートっておい、世の見る目のないヒップどもはあれをおばさん臭い格好だと悪趣味なピンクだと揶揄しますが、私はそうは思いません。誰も言ってねえよそこまで。イブサンローラン、ココシャネル、キリュウインラショーも真っ青のファッションセンスであり、あのレベルで服を着こなす活動家は後にも先にも二藤さん以外現れないでしょう。このアニメ知らない。従いまして、あなたの言っている勘違いはあなたの大間違いであると言えるでしょう。あのロバート秋山氏の動画を見た瞬間、私はこのピンクは二藤さんのことだ、二藤さんが揶揄されている、悔しくて涙が止まらないとマウスをゴミ箱に投げ捨てました。それぐらい侮辱的な動画であるということです。おい誰かマウス拾ってやってくれ。彼女の尊厳のためにも、かの動画の削除運動は正当な活動と言えるでしょう。難癖でもクレームでも勘違いでもありません。次は辺野古において二藤さんが運搬されている写真ですね。これは良くないですね。彼女の肖像権を犯している、削除しましょう。いや運搬されている写真って、温泉娘は性的搾取だ発狂事件、これもいけません。二藤さんは至って正気です。正気だからこそ温泉地に飾ってあるアニメキャラクターに性的消費を見出し、公式 HP を調べ上げ、予売好きだの酒好きだのの設定を洗い出して警鐘を鳴らしてくれたのです。あの二藤さんの抗議がなければ、あの温泉娘の看板を見た日本の男性たちは、そうか、温泉地に行けば予売を待っている中学生や小学生の女の子がいるんや、ワイカテどって捨てられるかもしれんや、おますまんねんと的外れな勘違いをし、温泉地でレイプに及んでしまうことは疑いようのない事実です。お前の読み方金毛。二藤さんの豊かな想像力と沙汰の内からの啓蒙たっぷりの発言でしょう。彼女は正気です。想像の豊かさなら三浦のよっちゃんも全然負けてねえけどな。まあガレソ君の話はこれぐらいにしましょう。本題に入りましょう。まずは私がまるで病床の身にあるガレソ君に長文 DM を送りつけたというデマ、これは私侵害です。私侵害。先の DM は私の DM の中でも比較的短い方であり、あなたもわざわざ文字数を数えて指摘した通り、たかだか4000文字程度の話です。あなた普段読書されていますか。たかだか4000文字程度で長文だのレシートだの、あなたの読書環境が心配になります。どうせ普段から読むものといったら漫画や具にもつかないゲーム雑誌といったところでしょうか。そんなゲーメストやボッチザロックを見てる暇があるならちゃんとした書を読みなさい。だからルフをリュフ、端々を淡々と読んでしまうのです。私あなたの師として恥ずかしい。ことは人権の話であり、女性の命がかかっている重大な問題なのです。4000文字じゃ足りません。1万文字でも1000万文字でもいくら書いても足りません。しかし私は天敵を打っているガレカスの身を案じて短めにまとめたのです。短めとは。あなたはそれを長い長いと、まるで絵本しか読まないわっぱのように泣きわめく。あなた運がいいですよ、社会じゃ教えてくれませんよこんなこと。まあいきなり読書嫌いのあなたに漫画以外のものを読めと言われても辛いでしょう。軽い読み物を紹介して差し上げます。北森尾先生のドクトルマンボウ公開記などおすすめですね。エッセイ作家の北森尾先生ですが、こちらの作品は紀行文にもなっており、非常に読みやすいタッチの軽い作品です。こちらから読んで書の世界に入門してはいかがでしょうか。これ読まなきゃあかんやつ。話がそれましたね。あなたが私の DM ガレソ君のデマを土星論で完全否定したという評価は良いでしょう。あのガレソ君のまとめは全く事実に基づかない憶測とデマにまみれた嘘だらけのくだらないまとめです。それを私がフェミニストとして論理的に否定し、二藤さんに降りかかる誹謗中傷をめった切りにしたことをちゃんと評価してくれてるようなのは安心しました。あの動画のあの感じで、まあ良かったってことか。ただね、今回の動画も語弊が多かったことです。特に動画内の三浦のよっちゃんやってないとは何のことですか。あれ、あ、俺のことか。あまりにも唐突かつ文脈を無視した意味合いで私には理解できませんでした。
もし私を県の覚醒剤で逮捕された神父、尿検査を一度拒否して点滴を受けてきて警察官にいきり倒した後に陽性反応が出て慌てて点滴に覚醒剤が入れられたと小学生以下の言い訳をのたまった神父と同じようにお薬を決めてると思ったら大間違いですよ。いやいやいや、そっちは疑ってない。勘繰りすぎ。本当にやってると思われちゃうよ、三浦のよっちゃん。私は覚醒剤もコカインもヘロインも大麻もガンジャもやっていません。ガンジャって言ってる時点でやってそうなんだけど。常にフェミニズムのおかげでナチュラルにハイで3日は寝ずに働けますし声を上げ続けられます。3日寝ずに声を上げ続けられるってそりゃやってるだろう。感覚は鋭敏になり4キロ先に落ちた針の音だって聞こえます。体重も30キロ減りましたが食事をしなくても元気はつらつに動き回れます。今も視界の端が虹色に輝き希望と勇気に満ち溢れています。これがフェミニズムです。三浦のよっちゃんフェミニズム過剰摂取してない？てかフェミニズムって覚醒剤だったの？しかもなんかめちゃくちゃどぎずそうなめっちゃアッパー系な。5次元のヤドカリと7次元の私であるヤドカリの通訳によって10次元の言葉を理解した私のヤドカリです。ほらフェミニズム決めすぎても何言ってかわかんねえよ。次に私の言葉に曲解が見られます。どうせバスは走ってないと DM で発信しておりますがこれは二等子の活動においてバスは運搬手段というよりもカフェとしての意味合いが強く通常のバスのようにそこかしこを走り回る必要がないということです。すなわちタイヤの交換がそんなに必要ないんじゃないの知らんけどという話なのです。結局知らんのかい。まるで私が二藤さんがタイヤを交換していないのに税金を使ってタイヤを交換してるみたいにデマを撒き散らしているように誤解されると迷惑なので訂正します。訂正ついでにカルポの会計についてもいささか私に誤解があり間違いがあったことを訂正します。計画予算と実際に使われた支出が全く同じであることに対してガルボの会計は正確無比であることを指摘しましたがこちらは私の間違いです。実際は当てられた予算に対して毎年使い切ってるので常に計画予算の満額まで支出が計上されるということのようですね。二藤さんの活動がいかに信用され白紙委任されているかという素晴らしい行政からの評価が真実でありました。こちらに関しては私も謝罪をいたしましょう。事実に対しての齟齬がございました。見解の相違ではありますがどちらにせよ二藤さんの素晴らしさコラボの経営陣のお金の扱いの緻密さが証明されましたね。はあ、でも予算に対して使い切ってるから計画予算と実績の金額が同じになるのであればなんで消耗品費だけ計画予算の数字を超えてるんだ。さて最後に一つだけお話があります。お前 DM を公開したな。うん、私言いましたよね。あなたも読み上げてますよね。あなた知ってますよね。私がガレソ君に DM を公開しないでほしいと言ったのをガレソ君と私の間の指針だからスクリーンショットの公開は禁止だと。それをなんだどいつもこいつもガレカスも犬も貴様も私の言葉を無視して私の指針を世間に公開してくれる。犬ってあれ初光さんのことか。フリーザ様？初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。やっぱフリーザさん、ミイラのよっちゃんちょっとノリノリじゃない？サーユーさん、あなたに命令を与えます。ガレカスと犬の両名に対して謝罪文の公開と私の DM で得た収入の即時放棄、かっこ寄付などの約束を取り付けてきなさい。もしこのままおめおめと逃げられてしまったとしたらあなたには責任を取って法的措置を検討させていただきますからね。よっしゃざま訴えられちまえクソキノコ。ここまで言ってまさか理解してないことはないと思いますがこちらの DM に関してももちろん公開禁止です。あ？カルボの問題は非常に繊細かつ慎重に扱わなければならない日本の活動家の根幹を揺るがしかねないセンシティブ案件です。コッパ YouTuber が再生数稼ぎに絡んで良い案件ではないのです。いいですか、もう一度明言しますよ。こちらの DM はスクショ公開も動画での公開も禁止です。え、これどっち？この件に関してはあなたに一任します。ガレカスと犬コロ両名が改心したと認められたらあなたも許してあげましょう。くどいようですがもう一度言います、絶対にこちらの DM も動画にしたりツイッターにあげないでくださいね。お願いします。え、これどっち？押すな押すなにも聞こえるけどどっちだ？まあこれは押すな押すなでしょうね。
内容の方以上になります。まあ一応ガレソさんとチョコーさんに対して謝罪を取り付けてこいとのことでしたので、一応ツイッターで呼びかけはしておきました。お前で DM の内容も公開しちゃってるやん。まあでも少なくともチョコーさんは今回の件に対して誠意を見せてくれまして、ツイッターにて、ニラヨシ先生、昨日は DM をライブで朗読してしまい申し訳ございませんでした、今後の反省としてライブで公開してしまった部分を証拠としてライブから切り抜き反省の意を示します、戦力は53万ですよね、ということでヘナチョコーさんですね、三浦義先生の読み上げライブのアーカイブを公開するということで反省の意を示してくれたんですね。いや何が、一つも反省してねえだろ。でまあガレソさんの方はというと、ちょっと先生とどういうやり取りがあったのかは分かりませんが、しばらくしてコングラチュレーション、コングラチュレーション、おめでとうで先生から DM が来ていたので、まあ一応この件に関しては許してもらえたということで良さそうです。前回のタランはまるでのカイジの件もあるから、このコングラチュレーションもどうしてもカイジを連想しちまうよ。でもあれは収益の寄付しろって言われてたけど、どうすんの、当てはあるの。いやーそこなんですよね、口座番号さえ教えてくれれば三浦義先生宛に振り込みはするんですけど、せっかくだし女性団体に寄付しようぜ。女性団体ってなんか当てあるんですか。ああ、1時間8000円でよ、飲み放題でハッスルタイムがあるんだよ。なんですかそれ。そこでパーッとハッスル金使ったら、そこはもうハッスル女性団体にハッスル寄付したようなもんだよ。え、そうなんですか。まあただ動画の収益自体はチョコさんの足元にも及ばないはずなんで、チョコさんにおごってもらいましょう。そうしよう。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。男がゲタネガヤブキマックスの女が大量に控えてる。フェニフェニシオフェニ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 ギャリキャリキャリキャリフェニシオフェニ。ここは女性だけの街、エビドレディのウィメンズマッチ。翌朝からの解放、研ぎ澄ましたジェンダーカウント。